あ、うん、よし、うまー、食い物神や、今の。カムバックにメイン性能アップ 2.4 で、疑似角をつけた最強のシャープマーカーネオを作り上げたので、今回はそれでやっていこうと思います。前にね、あのカムバックとかメインじゃねえや、スペシャル性能じゃなくてスペシャル現象量アップとか、あの復活時間短縮とかを積みまくれば、あのデスした後でもすぐにボンピッチャーを貯めることができて、そこで打開できますよっていう打開型のシャープマーカーネオの動画をね上げたんですけども、ね、それにねちょっと足りないものが唯一一つありまして、それがあの昼力なんだよね。やっぱ疑似角をちょっと搭載できないっていう、まあ、ギアが、まあ、パンパンになっちゃってメイン性のアップ積めないんですよ。なんで疑似角がつけれないので、いつもキルできてたところでキルが取れないっていうね、ちょっとあのキル力に乏しい場面。うわ、一気にこの辺で味方が弾け飛んでった。あーでも2枚いい、ね、2対2の、あーそこでやられるのは痛すぎるっていう、まあ、あのキル力にちょっとあの足りなかけてしまうっていう場面があったので、今回はそこも考慮して、しっかりとあのキル力そして打開力を兼ね備えて最強のねシャープマーカーネを作り上げたので、それで今回は頑張っていこうかなという感じで、早速打開のボンピッチャー投げていく。そもうデスして、そっ、やべ、あやべ、これはごめん、これはごめん、これはごめんと見せかけて生きていくと思ったけど、やっぱり引いてる。なんかいる、なんかいる、なんかいるぞ。ああ、味方がやったのか。味方がやられたのかと思ったら味方がやってくれていた。まあそういう感じのね、最強のシャープマーカーネオを作り上げたんで、ちょっとそれでね、やっていこうかなと。もうマジで、あの、本当に、もう何もね、困ったことはない、今回。このギアに関しては本当に。何の欠点もない。欠点はあるかもしれないけど、まあ、全然強いんじゃないかなと思っているんで、よろしくお願いしますって感じで、ボム投げて。オッケー。うわー、ちょっとその射程の長いジェットスイーパーはしっかりと避けていく。ね、ここにいるんですよね。外役のゴキブリさんがね、しっかり勝ってたけど、やばい、ごめん、これは死ぬかもしれない。よかったよかった。相手が引いてくれたけど、オッケー、なぜか生存できた、なぜか生存できたと、なんか、オッケー、今の生存できたのめちゃくちゃでかいんじゃないの。いい、味方じゃないですね。その槍ナイスすぎるぞ。今の生存めちゃくちゃでかいぞ。なんかジェットスイーパーがワンチャン狙って俺に突っ込んできたら多分死んでたんだけど、普通にあいつも俺がボンピッチャー投げてるのを見て引いてったから、なんとか生きながられたわ。あっと、そのデスはやばいな。まあそれにしてもまだエリアちょっと確保っていうか、あのリード取れてないんで、ちょっとそれやっすね、さすがに。いやちょっと待って、いやこれは味方側じゃなくて敵に囲まれちゃってっからな。今のはちょっとどうしようもないよな。ジェットうぜっすね。いい感じでやっぱあの当ててくるんで、アシストの鬼だな、あいつ。キングオブアシストだな、キングオブアシスト。さあ相手に回してるから、ここはアイディア取りたいですね。まあ速攻でまずは、いやもうほんとそういうのやめろ。速攻でまずはボンピッチャーを貯めていくと、でボンピッチャー投げていく。これだけで全然、これだけで全然、全然キル取れなくてもこれだけで全然、キル取れなかったらメイン性のアップつけてる意味ないんだけど、しっかりと打開力はあの健在ですね。やっぱりこれは味方を助けていく、これは味方を助けていく。 OKOKOK、 ここで味方を殺してはいけないんだよね。味方を守りきるために今のは行かないといけない。今ので味方を失ったら何の意味もないからな、本当に。マジでやめろよ、お前。本当助けて、助けて。誰も助けてくれないし、死んでいく。着地も撃たれて、エリアも取られていく。ちょっと結構きついですね。このクワッドがめちゃくちゃぶち込んでくるから、ちょっとやだな。クワッドで突っ込まれてるところに、あの、ジェットスイーパーがいい感じのなんかアクセントを加えてくるんだよね。それがマジでうぜ。ポイズンとかも投げて、かなりあのアシストしてくるっていうのがめちゃくちゃ良い。短射程 と長射程のコラボレーション能力がめちゃくちゃちょっと高いですね、相手。ただまあ幸いにも上にいないから、ジェットが、まあ、まだね、潰しがいがあるっていうか、潰しやすいところにいるっていうのがまだ救いかなとは思うけれども。OKOK、とりあえず、打開は成功していけ、逆転にも成功していくと。ここでちょっと抑えたいですね。上にいるけどボンも当たんない。あそこにいない、一発当たった。 OKOK、まああいうのはやっていく。まだクワッとまで潰さないと、ちょっとあの突っ込まれてくるから結構きついんだよね。あ、やばい、何、人数有利のはずなのになぜエリアが取られていく。これエリア管理者が必要だ。あれ、エリアの管理人が必要。まあ俺がやってもいいんだけど、ちょっとせっかくなんでしっかりとキル取っていきたい。マジか、今のやれない。うわー、マジで今のやれないのか。これ疑似角は関係ないか、今のは。オッケー、まあ、いや、あー、いいね、味方がなかなか、あーと、ナイスさんも打ちそびれていくか。全然、いや、上にジェットいんのうぜえな、あれな。あの上にジェットいんのは、ジェットパックでやってもらうか。ジェット同士でやってもらうか。ここはちょっと一気に敵陣詰めてやる。これ、嘘です、許してください。うわ、1枚持ってったのはナイスだけれども、うわ、これエリア取られそうだな、さすがに。あ、着地か。これは取られるな。着地ってやっぱこういう場面で強いよな。エリアを取るためだけでにおいては、やっぱ着地は、まあ強いなと言わざるを得ない場面があるけど、まあ、総合してみるとやっぱりそんなに強くないんだよね。
ここは天空からのキルを取っていく。天空キルね、今のスカイキル、スカイキル、今のは天空からのキル、空中からのキル命名して、スカイキルです今の。さあここ、あーちょっとボンピッチャーやばい、雑に投げた今の、これちょっと雑だったの、これもうあと5秒早かった、5秒早かった、打つのがほらもうここで投げるべきだったの、本当ここで投げるべきだったのに、今ちょっと投げちゃいけない、あーよかった天美術大学のガチエリアということで、今回もシャープマーキングネオンを使っていくんですけれども、天美術大学真ん中のオブジェクトみたいなのがね、あれでかいんですよね、あのタワーみたいなのが、あれがでかすぎてちょっとねボンピッチャーの通りがあまりよろしくないんで、ちょっと回り込みながらうまいこと投げていかないとエリア取れないですね、ボンピッチャーだけでねっていう感じなんで、うわやべ、ちょっと危なかった今のは、ごめんなお前、それは申し訳ないが俺がやるぜ。そしてお前もボムが投げれたらやれるけど、いやこれは不幸しない方がいい、これは OKOK 逃げたから OK、 あっぶね、いやボム出ねえよな今の、じゃ今1枚やってる後だからね、一現場終わった後のボムはなかなか出ないよ、難しいさすがに、いやちょカオスな状態になってるけど大丈夫かこれ、これはちょっとまずいんじゃない、あー降りてきたね、 OKOKOK、 あっぶね、ナイスマップ、お前、いやー味方が死んでいく、おい3人やっていく、うますぎる、シャープマーカーがうますぎる、ただコントローラーを前に向けてただけで倒せる、それがシャープマーカーです。 CM として CM のあのなんかキャッチコピーみたいなので、いや使ってほしいよ、ただ前に向けるだけで敵を倒すことができますみたいな、そういうキャッチコピーって全然いいと思うんだよね、もうそんぐらいやっぱシャープマーカーのエイム力っていうのは、エイム力っていうか弾ブレのなさ、正直なところが俺は好きなんで、シャープマーカーな、おいやらねえ、あこれごめん死ぬわ、いや今の上のやつやれてたらかっこよかったんだけどな、プライムシューターね。さあここはちょっと私が落ちてしまったのでエリア取られてしまう、しかもなんかもう一枚落ちてるから、あこれワンチャンやらないか、やらない、いやちょっと待って、これは引く無理、もうあそこはちょっと捨てだ、あそこ捨てだ、これ左から行った方がいいわ、バブルも漂ってるから絶対無理、これはもう絶対おとなしく左から行った方がいい、バレてようが左から行った方がいい、絶対に前だけは絶対無理、これで多分バレてんのね、バレてんだけど、いや待て、いや待て、上から打ってくるのはきついマジで。さあこのボンピッチャー、横からのボンピッチャーで気を紛らわせておいて、あナイスナイス、全然いい悪くない、なんか俺だけになっちゃってるけど全然大丈夫、はいお前敵が3落ちしてるってしてるからって、お前あれだろ、油断したやろ、あかんで、その油断あかんで、俺だってことを忘れちゃいけないよお前、あれ残ってるのがこの僕だってことを忘れちゃいけない、これはちょっと一回落ち着いてしっかりとエリアを塗りたくっていき、危ないよこれは、どこ行った、どこ行った、オッケーオッケー、ナイスナイス、これ塗ります、おーいい塗りだ、いい塗りっぷりだ、最近の若いもんはいい塗りっぷりだ、オッケーオッケー、でバブルランチャー、まあ、邪魔だからボムでぶっ壊すわ、こういう使い方全然あるやから、でこういう、まあ、打開の種っていうのはもう潰しといた方がいいんですよ絶対的に、危ない、打開の原因になるからね、あれうますぎ味方マジで、これちょっと待って、早くペナルティ終わってくんねえかな、どんだけペナルティやんのこれ、終わんの、これちょっと長すぎない、ペナルティが、ペナが長いよ、ペナがアディショナルタイムが長いんだよ、いやーこれ降りてこねえか、いやだよ、待て、ここにいる、一人いる、あっ、うっ、うまー、クイボの神や今の、うますぎやろ、クイボうまー、 CM で流してほしい今のクイボ、よっしゃー、コンボトラックのガチエリアということで、今回もシャープマーカーネオをね使っていくんですけれども、コンボトラック結構シャーカーじゃなくてシューターが結構きつい、あーっとフローいるな、シューター結構きついんだな、ここ結構歪んでる山のね、山なりのステージなんで結構エイム合わせるの大変なんですけど、まあ、フローとかバケツ系のああいうやつがいるとねめちゃくちゃ強いんだよね、まあちょっとあれがうざったいな、フローってさマジなんかあの濡れってとこが強いよな、まず濡れちゃうんだよあの武器は、だから良くないんですよね、甘えが出るんだ、甘えが、とりあえずバシャバシャしとけばいいかなって甘えになるんですよ、ああいうそういうのがね、やめて、うわーなんだよ、まあ出た、もうお前適当だろ絶対、分かるよ適当でしょ、この風呂結構前出てくからワンチャンこいつやり手かもしれんわ、前に出てくる風呂って結構やり手チックなイメージあるんで、やめて
こいい。あー、まあ、ついたか。アーマーついたが、俺には勝てないね。まあ、フローはね。フローは俺には勝てないね。そんな近づかれたらね、さすがにね。やめてくれ！リッタ、やめて！リッタ、やめて！あっぶねー！しっかり生き延びていく。いるね。いるね。しっかりやっていく。キル力が桁違いなんだよ、お前らとはな。わかるか？危ない危ない。ちょっとこれは、一回引いて、ちょっと待って、アメフラシとフローのコラボレーションでなんかエリア取られそうだけど、取られて黙るかっつうんだよ、お前。暗い、俺は、フェーバーボムだ、俺。吸盤ボムでも食ってる、お前は。ちょっとやめて。いや、きついきついきつい。いや、さすがにきつそう。取れる。頑張れ。オッケー。塗り頑張れ、塗り頑張れ。マジで。あの、相手フロー言うけど、その分リッターだからね。塗れ、結局プラマイゼロみたいな。とか、あ、やって、これはちょっと今後ろ抜けなかった。袋のネズミ状態やったな、今な。袋のネズミの状態になってしまったので、今しょうがない。さあ、相手2枚落ちてるか、味方2枚死んでるけれども、これ取られるな。雨降らしが長えな、相手な。雨降らし何発ってるんだよ。ここはじゃあボンピッチャー貯めますかね、一回。そこでボンピッチャー、カメバックの近く。あー、ムカつく、今の何それ、お前前出すぎじゃない、大丈夫そんな前出て、ほんと。今のマジでほんと、もうカムバックの力を見せつけるって言った瞬間にやってくんな、ほんとに。やめて、やめて、さすがに。いやー、もうほんとマジで怖いことするな。さすがに若葉シューターだったらやれるか。若葉はほんと乱数、玉ぶれがマジでエグいから。さすがのね、さすがの、お、やっぶねえな、ほんとに。アーマーなかったら死んでた、今。防弾チョッキなかったら死んでたぞ、今。フローゼーナー、あれ。フローはちょっと。フローを見てるとさ、フローゼーナーつってなんか見てたら、リッターが見てんだよな。なんか、うわ。いや。待て、それはマジでまずい。アーマーついてんのまずい。これはやって、ちょっと待て。うぜえやつ他にいるよな、どっか。リッターだよ、リッター。リッター、あそこか。いやん、いや、これリードされるな、これ。これリードされちゃうのは、ちょっとしょうがないな。いかにリードを抑えるかだな。リードはしょうがなくて、リードを抑えたい。これワンチャン、ワンチャンでやるね。やらないか。いやいや、これはボンビ、ボンビちゃんかな。それでボンビちゃんいて。インカーマンもないすぎる。オッケーオッケー。これはもう、カメバックの力で、速攻で、溜まるんですね。スペシャルがね。オッケーオッケー。で、ここで、リードされたんだけど、全然大丈夫。で、アーマーついてるでしょ。アーマー剥がれねえかな。うわうわうわ、フローが来て、フローが来て。で、エリアがちょっと待て待て。これはエリアちゃんと塗り返しておいて、あの辺に適当にボム投げとくわ、とりあえず。いや、ボムが出ない。いや、アーマーついてんだよ。もう、なんかずっとアーマーついてんだよ。うおー、ジャンピング打ち。あ、もう一枚入れた。もう一枚やれそうだったけど、やってくれてるからいいから。なんでリッターも一発でエリア取られてねんの、お前ら。お前らエリア取られてるぞ、リードできないで。リッターのパーンの、パシューンの一発でエリア取られたぞ、今。恥を知れ、恥を。ちょっと、まあ、俺も死んでしまってたんでね。ちょっと何も言えないんですけど。やったわ。このしつこいぐらいの粘着クイボでなんとかフローを潰していく。で、相手アーマー抱えてっから、多分復帰してきたら測れる感じかな。ちょっとどうにかしてやり過ごしたいっすね。ボンビッチャ溜まってんだよな。いや、待って、危ねえ。このマジで、こんなほんとつまんないところでリッターに抜かれるのだけはマジ勘弁な。で、塗られそうなんで、ここはまずはボンピッチャーを入っていく。全然これで取れるから、OK。で、これで、あわよくばもうこのまま終わろう。このまま終わらせよう。やばい。にゃー、これはきつい。詰めてきたな、スペシャルと同時に、こいつ。うわー、やばい。死にすぎ。やばい。これはマジでまずい。こんなんで負けてたまるかっつうの。一回ここはマジで、カムバックの力で速攻でボンピッチャー貯めていくんだけど、なんか心なしかそんなに溜まってないような気がするな。え、なんかいた？なんか当たった今。ちょっと待って。終了。アマビのガチエリアということで、シャープマーキングネオンを使って行きますけれども、アマビのエリア結構好きなんだよな。なんかここはね、結構勝てるイメージが、ビジョンが見えるんで、立ち回りやすいしね、ここ結構。うん。なんかボムピッチャーの通りはそんなに良くないんだけど、ここはちょっとやってて結構、やりやすいステージではあるかなっていう感じはあるので、私は好きですね、結構ね。まあ、このステージでもね、スプラ3でお別れになってしまうかと思うとちょっと悲しいなと思いますけれども。やばい！なんかいる、お前。お前ちょっと待って。お前、それはまず、いや、お前、ちょっと、
ちょっちょっと、いやなんかもうさ、前後ろ右左上下もう全てから攻撃受けてたわ。もうなんかもう逃がすことを許されない、逃げることを許されないっていう、そういう状況下に置かれていたんで、ちょっともう怖いですね、あそこまで殺意をむき出しにされると。怒りを通り越して恐怖を覚えるよね、マジで。てか射程投げるなんだあれ、あバレスピか。これちょっとエリアやべ、これごめん、エリア取られるかもしれない。これはまずい、これはよかった。ナイス玉が左から来る。うわーなんか来た、なんか飛び込んできたぞあいつ、やっべ。これは一回引いた方がいいですね。でボンピッチャー投げます、ボンピッチャー。さあボンピッチャー食らいたまえ、ボンピッチャー上にも投げて、ちゃんと上のやつもどかしておくと。まあセンサーがかなりいい感じのセンサーだね、いい感じのセンサーが役に立っている。倒せる、倒せないんかい。いやー丸みさ刺さらない、しかも丸みさ撃たれていくなんなら、あいいね、何かやってくれたわ、何かが相手をやってくれた。いやエリア取れるんかい、取られるんかい、取られそうで取られないと思ったけど取られたわ普通に。まあ、ここはちょっとボンピッチャー溜め込んでいきたいな。いや取れるか普通に、これ取れそうですね。あやべ、ごめんあっぶねー、今のは玉ブレがなかったら死んでたかもしれない普通に。玉ブレのおかげで生きていた、生きることが許された男。いやナイス様来せ、右からナイス様が来る、うわーっと左に来る、右から飛んできたナイス様が左に来る。お前それはさすがに、いや何にやられた今、いや下からの謎のバレスピにやられていく。丸みさナイス、いや曲者だよ曲者、スピナーの曲者でやられたわ。エリアが止まんねえな、なんか入ってねえか、侵入者おるやん、侵入者、びっくりしたお前、俺の存在に気づかなかったようだな。わあボム投げて、とりあえずボム投げて、いるから絶対あそこに、いないか、いないか、いるのかいないのか、はっきり。うわー届かない、クソ届かないでか、インカー切れてる、あやべ、うわーバケスローが強い、ボムピッチャー消化不良で終わってしまった。しかしエリアは取れているから全然悪い状況ではない、なんならいい状況。いやー取られるかこれは、いやまだ諦めるな、いい、食い棒で食い棒で削ってる、ナイスナイスナイス、いいねいいね、傘強えなお前本当に、やってることお前本当にずるずるからな、本当は傘味方だから何も言わないけど、いやいや食い棒で削ってる。うわちょっとそのゴキブリ戦法は無理だね、いやあのゴキブリ戦法は無理じゃん、あんな右左左右みたいなさ、読めねえから動きマジ で、あと詰められたらマジ勝てねえから本当に、あんなカサ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 されたらさ無理だろ、どう考えても。エリア取るの早、エリア取るのが早すぎる。さあボンピッチャーをぶん投げていこうかなと思ってますけれども、あナイス玉、いや待ってボンピッチャーで返すんだけど、ナイス玉ちょっとで消されちゃうんだよね、ボンピッチャーってな、ちょっと今タイミング、なんかいる、投げるタイミング良くなかったね今。いやこれはちょっときついんじゃない、さすがに味方これはきついんじゃないか、ロンブラじゃない、あ傘きつくないか、大丈夫かあいつ傘めちゃくちゃ大丈夫か、あーそうだよね、それ力つけるよね、多分ここ詰めてくると思うんだよね、詰めてこないかな、詰めてこないか、いやセンサーかぶったのちょっとやだな。丸みさ、丸みさが違う、丸みさじゃないな、丸みさだ、丸みさをしっかりかわしてもらって、うわ味方が死んだ、丸みさの意識になっていく。ちょっと待って、カウントがもうそろそろ、こんなことしてる場合じゃないよ、もうそろそろカウントがちょっとまずいから、ちょっとここはじゃあボンピッチャー投げるから、奥側が濡れねえんだよなこのボンピッチャーで、こうやってやるしかない、こうやってやるしかない。何取られるの、何取られる、何を取られることがあるのそんな、いや、ま、いや無理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 、これは無理だわ、今の無理だろどう考えても。いけるかこれ、ワンちゃんワンちゃんいけんじゃないこれ、いける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 、よしよしよし、あーちょっとでかい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 、いけるいけるいける、削ったどこ、やっべこれ取らないと怒られる味方に、ナイス、うわい、あとクワットどこ、あそこか、くそあのクワットアップね、でも今のエリア取れたのマジナイスすぎない、ホントに味方に怒られるとこだったわ、あいつエリア取れよとか言って絶対なんか裏で文句言われた、絶対に文句しか言われなかったと思う。わあバケツが、いやボンピッチャー溜まった、さあここは投げるタイミング、もう投げちゃ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 、いやもう本当にやめて本当にやめて、オッケーオッケー、エリアさえ取れれば、エリアさえ取れれば全然、あと10秒頑張れ味方、あと10秒だ、あと10秒耐えればやめて、うわセンサーつけられ、やうえいー、あー3落ちしてるから勝ち、勝ちでしょこれ、勝ち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 勝